ウィース。続きやっていきましょう。100人マリオチャレンジ。難易度普通のパートが83の、ステージ9から16までですね。ガツンといきましょう。ちょっと回線が悪いかな、大丈夫かな。シンプルイズベスト5カメックの城。ほう、ああ、ここまで100機なんですね。まあ100機いくか。いけるわな。はい。カメックの城なんでしょう？いるんだろう？なんか製品版でありそうだな、このコースな。普通にマリオ3で、てかこんな感じだったよな。マリオ3って。ファイヤー。背景にコクッパみたいなやつがいるんだよね。潰される。うーしい。あぶねえ。死んだと思った。ギリギリ耐えたね。おう。踏まれー。これ。入ります。面白いね。いいね。こういうの好きだわ。ルルルルー。消えた。カメック倒さないとダメですね。カメックが来てくれないと。てい。とりあえず上に退避して。お前が倒すぞ。オッケー。消したやつを倒すことができましたね。コースだ。こういうコースいいよな。ステージ10。もう半分切ってますね。あっという間ですね。ミックスアップオンマリオ。ミックスアップ。かぶれない。あ、違う。ここ入れるぞ。入れないぞ。ミックスアップか。こういう感じかな。いや、そういうわけじゃなさそうだね。ギミックを理解しないと。ここには入れない。ああ気づけ、俺。ああ、やばいやばい、捨てしまった。ここだ。なくなっちゃったな。大丈夫かな。まあ、壁キックで上に上げられるのか。はい、はい、はい。失敗するとなくなるな。オッケー。壊せる。この辺壊して。取られた。やばい。急げ。ふぅ。オッケー。あぶねー。気づくの遅かったね、ちょっとね。いいっすね。バグステージばっかやってるから、なんか、抜けられるんじゃないかっていうあれがあったら。行きますか？それとも待ちますか？待ちますか。多分20秒ギリギリになって上から何かが降ってきて壊す。パックンたちをぶっ壊す。予想ね。7、6、スターが来た。そっちに来んのか。ひー。入れた。おう。まあ、スターで行くよね。普通に考えてね。8、7、6、ゴー。中の結構きつそうじゃなかった？アッシュがありそうな感じのステージだったよね。ステージ12。やってまいりましょう。ドイツ語だな。わかんねえや。アンデンはなんか、アンダーっぽいけど。最初きつくね。一回右にビャンと飛んじゃった方がいいかな。ファイヤー取りたいよね、普通にね。あぶねえ。ふぅ。おお、ここに中間あんのか。中間が妙に近くねえか。氷氷。おお。やばい、食らった。右？おう。踏めれ、うう、踏めない。何がある？てか、中間あんな手前にあんのか？なぜ？うう、危ねえ。キラ使う。キラじゃねえや。
うぅ、あぶねえ。いい回避だ。うぅ、最近パワープロばっかやってて、全然マリオメーカー触んなくなっちゃったんだよな。まあやってるんだけどね。撮影分だけ終わったらもう、ずっとパワープロ。もうなんか修行してるわ、ずっとパワープロの。オッケー、もうなんか突っ込んでやグリアだったんだな。もったいな。ステージ13やってまいりましょう。キャッスル、フルオブラバー。うわぁ。うわぁ、厄介そうなステージだな、また。最近ね、なんか自分のチャンネル、ゴールデンウィークがあったっていうのも、要因のうちの一つなんだろうけど、またマリオメーカーがなんか伸び始めてんだよね。なんかよくわかんないんだよな。まあでもね、その、やっぱ動画によるのかな。びっくり、びっくらこいたわ。なんか降ってきそう。ですよね。おぶね。バブルマジ怖え。バブル一匹いたな、今な。気をつけよう。うさい。スパナ、ジャックスパナ、ジャックスパナ。ひぃ。あれれ。あぶね。いるよね。くわ、いるって分かってんのに。ジャックスパナー倒す。うわ、あぶねえ。今、当たって死んだと思った。あぶねえ、あぶねえ。クッパか。うわ、いいところにまた。オッケー。落ち着いて、キノコを回収。上は？おー、本当にクッパのあれみたいだね。いえ。イエーイ。オッケー。煽ってたけど、ちょっと余裕がなくて早めに斧を触るあたりな。ステージ14。トリックスターズ・オブ・ディライト。はい。そうなりますよね。そうっすよね。うわぁ、ミッシーマ久しぶりに聞いたな。まあ一生懸命やんなくても大丈夫そうっすね。持ちで死ぬような仕組みになってるんですね、ちゃんとね。つたか。トリックスター言ってるかな。基本こういう隠し系に入んないとダメってことだよね。うわぁ、とりあえずここ入ってみようか。お、P が届く。ゴール、うわあ。ステージ15。とりあえずクッパが出るらしい。ドイツでもクッパはバウザーなんだな。雑食プレイ。雑食プレイ。やばいねっていうか。ノアー、やばいねっていうか。くっ、あ、ここ行ってもあれなのね。なんもないのね。お、でもなんか、道ができたぞ。あ、でも下に行けなさそう。行けた。行けたよ。しかも、さっきゴール前で死んでたんだな。さあ、あっという間にラスト。ステージ16、ラストコース、パックマン。パックマン？おう。変な音する。ジャンプの音が変な音。じゃあ、ここ乗ってこうか。これで入って。うん。ファイヤー。おお、おお。
なんか出してるね。いちご？そっか、パックマンはいちごを食べるのか。へえ。へえ。あ、クリア時に100機ではない。シュールだな、これ。鼻が大きいのは一緒だけど、ミオになんか丸っこいな。ポン。マリオを助けに行った、いや違う、ピーチを助けに行ったマリオでしたが、最終的にいいとこはパックマンに取られてしまうという。最後の最後、謎の現象が起きましたが、いやー楽しかったですね。やっぱこれくらいの難易度はね、一番いいっすよね。俺はこれくらいが一番好きだよ。メイドインワリオのワリオじゃないね。スーパーワリオランド3のワリオランド、スーパーマリオランド3、まあ、ワリオランド、そう。実況したもんね。のワリオですね。はい。じゃあ今回はこれで終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。